ギフスウープスは、ギフ県ギフ市をホームタウンとして、B3 リーグに所属するプロバスケットボールチームである。運営会社は、ギフバスケットボール株式会社。ロゴは、最強の動物である森の王様熊高をあしらったデザインになっている。チームカラーは、ギフから天下統一を目指した武将、織田信長になぞらえて、信長をイメージする黒と赤。 そして岐阜県の色である緑をチームカラーとしている。森の王様と言われる熊高をモチーフにしている。また、チームカラーのイメージとなった織田信長を連想させる黒赤のマントをまとっている。B3 リーグ参戦初年度は、ホームアリーナの岐阜市の大久部岐阜清流アリーナの他に、同市の岐阜メモリアルセンター、関市の関新フレ、アイアリーナ、郡上市の郡上市総合スポーツセンター、 ゲロ市のゲロ交流会館オンアリーナでホームゲームを行う予定。2003年岐阜市にて自身が高校、大学とバスケットボールを続け、社会人となった田中正宏が勝てるチームを作りたいというシラとクラブチームとして立ち上げた。創部10年目の2012年にはスーープスの選手たちが岐阜県で行われた第67回国民体育大会のバスケットボール、 青年男子チームとして出場し、優勝に貢献。また同年の全日本クラブバスケットボール選抜大会では初、優勝した。2013年、2014年には全日本クラブバスケットボール選手権大会で2年連続優勝を果たすなど、好成績を残す、屈指の競合チームとなり、その後、岐阜県で初のプロバスケットボールチームの設立を目指して、いくこととなる。 その後、B リーグの下部組織にあたる B3 リーグへ2018から19シーズン以降の参入を目指し2017年1月27日にギフバスケットボール株式会社を設立。社長には田中の行動を意気に漢字プロ化を進めた地元の福祉の企画、生産会社の社長で高校時代バスケットボール部に所属していた細田秀樹が就任し、 田中正宏はチームマネージャーに就任した。同年の全日本クラブバスケットボール選抜大会では再び優勝し、2017年9月7日に B3 リーグ理事会にて B3 リーグ準加盟の認定を受け、2018年3月8日には正式に B3 クラブライセンスが交付された。同年7月1日に岐阜市内のマーサ21にて、 公式記者会見を開催し、B3 リーグ参入決定を受け、新しいチームロゴ、チームカラー、スローガン、マスコット、日本人選手の紹介などを行った。ありがとうございます。